静かなる防衛の時間です。今日はクイーンエリザベス水漏れ事故、なんとクイーンエリザベスが水漏れ事故を起こしました。これはイギリス海軍の空母です。どこが破損したか、高圧海水ポンプ破損で200トン以上の海水が流れ込んだということです。クイーンエリザベスの特徴としてスキージャンプ台、スキージャンプ台になっています。ちょっと絵が下手いんですが、ここはジャンプ台になってます。遼寧みたいな感じですね。片方の滑走路だけなっています。このクイーンエリザベスが水漏れ事故、今イギリスに帰還中です。しかしこの今回の水漏れ事故は200トン以上ですから、隊員たちも3名ほど危ない目に遭っています。高圧ポンプ、この高圧ポンプで何をしていたか、原因は定かではないということです。今から原因はの追及があるでしょう。このクイーンエリザベス水漏れ事故、今回が初めてじゃありません。今回はこの高圧ポンプの破損、その前は作り、スクリューのシャフト部分、水漏れ、水漏れ事故です。次にスプリンクラーの誤作動で水漏れ、何かと水に関わる事故が多いクイーンエリザベスです。しかしこの高圧ポンプの破損でどれぐらい船体がいかれているか不明なところがあります。結構大きいとは思うんですが、何が厄介か、海水、これがかなりやばい。サビ、腐食を起こします。しかもなかなか取れない、
この鉄板板ごと変えるか、本当に除去するしかありません。修復は結構大変かなと自分では考えています。今の訓練後、もうすぐイギリスの F-35B ソブル戦闘機の導入が始まるはずでしたが、今回の高圧ポンプ破損事故で計画は暗礁に乗り上げたと考えたがいいでしょう。結構いい空母だと思うんですが、この事故、果たして人為的なミスか機械的なミスか、でまた対応が変わってくるでしょう。ポンプ自体が悪かった、耐久性に乏しかったなど、その辺が今後課題となってきます。しかしイギリスはテンペスト計画もあり、もう次世代の計画は進行中です。なかなかうまくいかないのはやはり技術でしょうか。耐久性、全てにおいて完璧とまではいきませんが、近いぐらいにならないとやはり事故が起きた後では修復の予算はかなりのお金がかかってきます。早く原因が追及されることを願っています。今日のご視聴ありがとうございました。新しいチャンネル作ったんで、よかったらチャンネル登録お願いします。